動画ご視聴ありがとうございます。見える？あ、出てるね。8月の6日日曜日ですね。時刻は朝の5時30分になります。朝のね、涼しいうちに畑の様子を見に来ました。8月の4日、Vlog 出させていただきましたけども、一つですね、実りかけの実があるということで、こちら 7R の畑なんですけども、はい、あれから2日経ちました。まあ、この暑さなんで、そろそろもしかしたら実ってるんじゃないかと。鳥にね、食べられる前に収穫ができればと思って見に来ました。この辺でしたよね。あ、これだ。あ、なってるなってる。はい。あ、もういい感じになってますね、もう。これは収穫してもいいでしょう。問題は、前回ですね、4日の日見た時には問題ないかなというふうに見てました。いわゆる虫が入ってたりとかしてないんじゃないかなと、表面上ね。今見た感じも大丈夫そうかな。とりあえず写真、先にサムネ用に写真を撮っていきましょう。こういう感じ。今シーズンですね、まともに収穫できる1個目の実になりますね。うん、触った感じも柔らかいです。もう大丈夫でしょう。はい、こういう感じですね。うん、いい感じじゃないですか。ちょっとね、後で割ってみたいと思います。だいぶね、通路側草が生えてますが、もう熱中症アラート止まらないんで、ちょっと草が枯れないです。まあ、これのおかげでかなり、前も言いましたけども、濡れてる状態ですね。通路もいい感じになってます。他にね、実ってきているものがないか、せっかくなんで見てみます。いるかな、あるかな。ちょうどね、上の畑のイチジク畑の方もですね、見に来られてました。あ、1個あった。これ1個あったけど、これは違いますね。これは虫ですね。あ、よいしょ。虫の入ってるやつが今ここで2個、まあ、入ってるとね、こんな風になりますんでね。いや、マジで草が、この辺がね、いっぱい水をやっててもね、ほら、ちょっとね、まだ木がというか、少しやっぱり熱でやられてますね。葉が黄色くなってます。まあでも、まあこのぐらいは大丈夫でしょう。お、あるじゃん、もう一個。はい、もう一つ発見ですが、これがまだ早いですね。硬い。うん、はい、これは明日か明後日っぽいな、大きさから。あ、もう一つあった、ここにありましたね。はい、これもちょっと早いですね。これも早いですね。もうしばらく、もう1、2日置いておきましょう。まあ出てきてるね、やっぱり。で、今度はこっちの列ね。今これで3、まあまだ取れてませんけど、実りそうなやつが2個。 7R ではあるな、少し。ちょっと他の畑もついでに見てみましょう。あ、ほら、これね、誘引の紐がうまくね、かけれてないんですよ。身にかかっちゃって。すごい変形しちゃいましたね。ああ、また、虫が入ってるやつ発見。よいしょ。向こう側に渡りましょう。もしかすると、今、沖縄の方でですね、迷走している台風が、こちらの方にもね、来るかもしれないという予測が出てます。あ、これも暑さでやられてますね。うん、ミイラ化してますね。なんで半分ないみたいになってますけど、多分これ割れてる実ですね。うん、その沖縄で迷走している台風がこちらに来るかもしれないということで、うん、ただ進路予想図を見てると、なんかだいぶね、本当に迷走してるんで、かすめてね、
いてくれるんであればね、雨も降るんでいいんですけどね、ちょっと直撃はさすがにきついなと。あ、この辺もちょっと暑さでやられて歯がだいぶ落ちてますね。こうやってこれはちょっと実るかどうか怪しいな、ここのこの歯のないところに関して言うと、うん、かなりね冠水はしていたんですが、やっぱり熱でやられてますね。どうしてもねこの若い木とか根っこがね弱い木はこういう感じで歯がねこういう風に落ちちゃってね、うん、ダメになるんですよね。まあある程度は出るんで仕方はないです。ここはないな。よし、お隣行きましょう。いやもうマジで草刈りしたいな。でもちょっと怖いな、こんだけ暑いと。はい、ないですね。じゃあ最後の列、色で判断していくしかないんですが、こちらねよくイチジク通信で紹介させていただいた一文字のね木ですね。これは意外と持ちましたね。高温でやられるかと思いましたけども大丈夫のようでした。ないな。はい、ここで一応一回り。じゃあちょっとお隣の畑行きましょうか。よし、はい、10アールの畑来ました。こちらはどうでしょうか。ここはまだそこまで草は多くないな。先ほどのよりは少し抑えられてる。というかここはわざと残してあって、実はダニー剤をまくときにここをですね集中的にやりました。でその後ね草を刈りました。ここだけね。なんで少しだけ短い。パッと、ここはなさそう。ここはなさそうだな。ちなみにここ半分だけ除草剤をまいてですね、違いができるかなと、いや水分量に違いができるかなと思って置いていたんですけど、それほど差はないな。もちろん草があった方がもう少し濡れてるっていう感じですね。ここは結構やっぱり生えてるな。これは虫にやられてるのは1個ね。またあるな。はい、また虫にやられているのが1個。まだ収穫シーズンにはちょっと早いんで、実っているのを探すのが大変だな。ここはないな。なんか雨よけハウスの方ですね。あ、そうか、これも動画にしてないんですけども、7月の終わりにですね、もう屋根をかけたんですよ。あそこの方がもしかしたら
実ってるのがあるのかもしれない。かけて1週間ん？ちょっと待って、よいしょ。かけたのが確か26日なので1週間ほど経ってますね、かけてから。いや、なんだこれ、なんか虫でもないし、なんかよくわからない、なんだろうそういう実が。これはちょっと塩害処理した方がいいです。あ、1個あった、1つありましたが、これはちょっと良くないですね。ちょっと、はい、ここがね、この頭の部分がこれ傷んでますね。これ多分虫ですね。あ、全然色ついてない。もう一つ大きいの発見しました。ここにありますね、これですね。あー、これも取っては良さそうな感じかな。ギリちょっと早いけど、頭がなんか傷んでる感じがする。あ、傷んではいないけど、ちょっとでもこれはまだ取らない方が良さそうですね。まあ、どうせね、まだ出荷できませんので、せっかくなんでね、完熟させたいと思います。まあ、あとは鳥との戦いですね。鳥につつかれなければね、大丈夫なんですけども。あ、ここにももう一個ある。はい、あ、これは今からですね、色づいてきたという感じですね。ないかなと思いましたが、ありましたね。ミイラ化している実が一つ、これもまた生理落下するやつだったのが、生理落下するのがそのまま落ちないで、たまたまね、いたんでしょうね。あ、でも結構濡れてるな。これは傷んできている実だ。もう割れてたやつですね。よし、こちらはですね、1個だけで収穫はしませんでしたが、できそうなのが1個2個3個かな、3個ぐらいありましたね。次、雨よけハウスの方ですね、行きましょう。はい、では雨よけハウス1棟目ですね。ここも昨日水をやったんで大丈夫ですね。まあ、黒いちじくはね、全然まだ実らないんで、これはいいです。ドーフィンですね。ここは2列しかないので見やすいな。ここはまだ草が少ないね。お、なんかスズメが覗いてるよ、入ってこないでよ。うちの雨よけハウスね、簡単に開けたり閉めたりはちょっとできないんで、他のね、雨よけハウスの方はね、まだ自由に開け閉めできるんですけども、うちのはちょっと、あ、だから、うちのハウスはね、ちょっとそういう作りになってないんで、一応ね、これだけ今開けてあるんですよ。作った時っていうか、先日張った時に少しだけ開けておきました。まあ、これだとね、雨も入ってこないですし、少しでもね、この熱中症アラートの中ね、熱がこもってやられないように、高温障害にならないようにということで、開けておいてありますが、今のところ大丈夫ですね。まあ、日中来てもね、それほど外となんか差があんまり感じられない。まあ、多少暑いなっていうのはあるんですけど、それほどね、なんて言えば、ものすごく暑いってことはないんですね。まあ、周りがね、このメッシュだからかな。よし。はい、こちらは、1棟目ありませんでした。では、はい、2棟目行きましょう。はい。あ、もうハウスの、もう冠水用のホースが置きっぱなしですけども、あ、ここはちょっと草が多いな。
奥側がすごい草が生えてる。この辺がすごいな。ここはちょっとハウスの作り上端っこの端の方がね見にくいので折り返ししてこちら側に入ってみましょう。おお、大きい蜘蛛の巣がかかっている。ここにね本体がいないよいしょ、一応くぐってね、害虫食べてくれるから蜘蛛は置いときましょう。あ、一個あった。はい、一つ実りかけのがありましたね。うん、まあこれはまだこのまででしょ。これ多分2日か3日かかりそう。1個だけかな。ハウス2棟目1個ですね。実りかけがありましたが収穫はできないですね。よし、では最後、よいしょ、15アールの畑行ってみましょうかね。よいしょ、暑い。では15アールの畑来ました。入ります。あー、一番最初に見つけたのは虫にやられている実だな。ここも草が伸びてるね、通路が。いやでも結構濡れたまんまになってるんで今日は冠水しなくて良さげ。これ皆さんどう思います、この実。これなんか表面上ちょっとなんか怪しいといえば怪しい。まあこれはちょっと置いときましょう。実りつつはあるんですが、色というかね、あの形というかあれがちょっと怪しい。あーっとっとっと、一つ発見しました。ちょっと見にくいんですけど、ここに1個ありますね。まあただまだですね、これはあと3日ぐらいかかりそう。ないなあ。虫にやられてるみたいな、これ。あ、違う。あ、ほら、はい、これは虫にやられてるのもあるかもしれないけど、日焼けしてますね。日焼け、多分虫も入ってるんじゃないかな。あ、入ってないわ。日焼けだ、日焼けですね。で、ここせっかく来たんで、先日のね、ここ環状白皮、先日っていうか動画公開したのはこの前なんですけども、実施したのはもう1週間ぐらい前かな。よいしょ、ん、こっちか。あー、これですね。はい、見えますかね、こちら環状白皮したやつ。全然実が全く変化ないですね。ここもそうですね、したやつ。これも全く実がついてないで、線を入れたやつがここもそうですね。はい、あら、葉が落ちちゃった。これもここも隔皮したやつですが、変化ないですね。あれ、線だけ入れたやつがどこかこの辺にあるはずなんですけど、あ、ここも厚さでやられて葉が全部落ちてる枝があるな。あれ、線だけ入れたやつどれだ。 あった、これだ。見えますかね、ここに。これは剥離しないで線だけ2本入れたやつです。これも実がついてないね、全く。ということで環状剥離1週間経ちますが、今のところ変化なしです。実はちょっとね、別の畑でもやってありますので、そこもどうなるかですね。2列目からでしたね。はい、じゃあもう続けて見てみます。で、去年はね、結構こう割れた実がですね、去年じゃないか、一昨年かな、すごく割れた実が出たんですけど、今年は
割れる身少ないですね。良かったです。今のところまだ鳥も入ってきてはいませんね。というか、まあ、つつく身がないですからね。まだ入ってこないですね。ああ、やっぱ、ああ、ここにまた虫にやられてる身があるね。すいませんね、さっきからこの、って言ってみましたね。声が出ましたけど、ここにありますね。でっか。けど、まだ早いです。おっきい。ああ、もう一個あった。ここにもありましたが、これもまだ早い。はい。ここは、こちらバナーネのラインですね。ああ、これも、すいません、ね、虫にやられた身ばっかり見せてますけど、まあ、これはどうしても出てくるんで、最初の方は入られやすいですんでね。バナーネは、バナーネはね、色がつかないんで、なってても分かりづらいですね、この時期だとまだ。なさそうですね、バナーネ。まだ3列目ですね。ちなみにここに今、ビールケースありますけど、ここにね、座って撮影もしたりしてます。ここをバックにね。で、割れている実がありましたね。はい。ちょっと傷んできてますね、割れたところから。いや、一昨年ぐらいがこういうのがすごいあったんですけどね。お、もう一つ見にくいけどここに一つありますね。はい。これ見えてる？ここにありますね。ここに。あ、これ意外と柔らかいけど、そう思うと見逃しですね。あそこにもう一個、こういうのを見逃すんですね。ここにもう一個ありましたね。あ、でも硬い。硬いですね。2個ぐらいありますが、収穫できるほどなってるの。あと出た。一つ出てますね。これ鳥ですね、きっと。食べられちゃってます。ただこれ青いぞ。けど綺麗に食べてやる。綺麗にこう食べられてますね。はい、ちょうどこれで真ん中ですね。一文字が左手に見えるライン、5列目ですね、これは。まあ、そういう意味でいくと、なんか一文字はね、見渡ししやすいんで、見逃しも少なさそうな感じですね。これは違いますね。また虫ですね。あ、一文字の、あ、これも違う。あらら、これも虫だ。けど、こうやってね、皆さん、虫いるいるって私言ってますけど、少ないです。もう入るとき、ほんと、たくさん入ってですね、すごい量出るんですけど、今年は少ないですね。これも虫じゃねえか、また。あるね。隠れてる。あ、違う、割れてる実だ。はい、割れてる実ですね。割れてる実というか、最初からなってる実ですね。はい、もう一つ虫。ここはさっきの一文字ラインなんで、この右側だけを見ていきます。ちょっと待ってくださいね。超のっぽな草が、こういうのはちょっと取れるかな。よっ、取れない。ダメだ。取れない。ちぎってよ、こう。
ああ、はい、皆さん、これ。ここにもこういう変な実ありますけど、これはもう先ほどありましたね。これ日焼けですね。耐えれなくなって、色ついちゃってますね。これは日焼けです。まさになんか焼けたっていう感じの色じゃないですか。日焼けでございますね。これも日焼けしてますね。うん、これは虫だな。うん。で、この日焼けとね、こう虫が入った差って見ると、なんかあまり分かりづらいかもしれないですけど、もう抑えると分かるんですけど、抑えますね、私。ほら。こっち硬いんですよ。虫入ってるやつはもう柔らかい。すぐにこう潰れちゃう。ああ、一つありました。ここにありましたね、一つ。あ、これはちょっと裏側が見えないんですけど、触った感じ収穫してもいいんじゃないかな。これは取りましょう。あ、でも中白いな、まだ。取ろうかと思ったんですけど、これ多分中白いですね、まだ。柔らかいんだけど、微妙だな。まあでも試しに取ってみましょうかね。うん。見た感じね、柔らかくていいんですけど、あのね、ちょっと軽い。大きさの割には軽いです。うん。なんで多分、熟してないと思います。なんか、多少、まあもちろん色はついてると思うんですけど、まだそこまでじゃないと思われます。が、とりあえず取ってみましょう。先ほどのね、1個目と比較するにもいいんじゃないかな。1個目よりはちょっと柔らかさは落ちてる。だからもう1日ぐらい置いてもよかったなっていう感じですね。色ついてるかな、中。ああ、もう1日置けばよかったかな。とりあえず、ちょっと車に置いときますか。はい、残り、もう2列ですね。2列じゃなくて3列か。3列ですね。うん。じゃあここは最終列。よいしょ。ここね、結構ようやく、これ何年かかったかな、 4,5 年かかって、ちょっとね、いやちになってたんで遅かったですけど、ようやく 4,5 年で追いつきました。また虫だな。それと、あ、これも虫でした。うん、あと一つ、はい、実りかけっぽいのが一つありました。ああ、この辺は日焼けですね、これ。うん、日焼けですね。ああ、これは割れている。ああ、見事に割れている。はい、これで間もなくですね、全部見ることになります。なさそうだな、ほんで、うん、あー、日焼けしている。日焼けの実が畑ですね。回って収穫できたのは、はい、こちらの2個ですね。で、こっちはおそらくね、中身もいいような気がします。中ね、ちょっと赤いの見えてますけど、こっち今収穫したやつは中がちょっとまだ白い。うん。触ってもね、やっぱこっちの方が柔らかさがあります。こっちちょっと固め。家帰ってね、後ほど割ってですね、試食していきます。